はい、今日はですねパンクラス330ですね、こちらがですね横浜武道館で行われまして、まあ、パンクラスとしては久々の、大きな大会ですね。ビッグマッチで横浜武道館で行われまして、まあ、メインイベントですよね、鶴谷玲選手対悟選手のキングオブパンクラスタイトルマッチですね。フライ級ですよね。で行われて、まあ、鶴谷玲選手が下馬評通り勝ちまして、キングオブパンクラシストになりました。おめでとうございます。まあ、この試合はですね、まあ、本当に鶴谷玲の底が知れないというか物がやっぱ違いますよね。まあ、チャンピオンの悟選手を相手にしても、未だ底が見えないっていう感じでしたね。ですので、まあ、よく日本人の選手も UFC 行きたいっていう選手今いっぱいいますけど、まあ、ただそこ行くまでに、まあ、国内の大会で試合積んだりとか、まあ、海外でもいきなり UFC じゃなくて他の海外の大会出たりとかした方がいいよっていう感じの選手多いんですけど、まあ、こと鶴谷玲選手に限った UFC 行った方がいいよって感じですね。で UFC 行って強い選手とやって、まあ、鶴谷選手がどこまで行くのか、まあ、それをちょっと早く見たいですね。まあ、あんまり、弱い選手とやるよりはもう強いところでガンガンやった方がいいなっていう、まあ、そういう選手ですね。で、まあ、悟選手もですね、さすが、まあ、チャンピオンという感じで、1ラウンドは鶴谷選手の組をしのいでですね、1ラウンド後半では、まあ、テイクダウンされずに結構鶴谷選手のボディに膝を入れてましてですね、これが結構いい感じで、で鶴谷先生もちょっと効いた感じもありましたですね。でただまあ1ラウンド終わって2ラウンド入ったらちょっとまあセコンドのアドバイスがあったのか、まあ冷静になってですね、まあとにかく決めようっていう感じじゃなくて、まあ打撃もちょっと織り交ぜてやろうっていう感じでやりましてですね、でパンチ一発効かせて、でまあ悟選手の上になってですねパウンドを連打しましたね。でこれでだいぶ効きまして、バック取って、リアネイキッドチョークと、まあ定番のコースですね。で決めました。まあ鶴谷選手強いのは間違いないんですけど、なんで強いのかって、まあ、私もいろいろ考えましてですね、基本はまあレスリングと決めのグラップリングの能力だと思うんですけども、やっぱりまあ、お父さんの影響で、まあ、小さい頃から多分 MMA 見てきてですね、まあ、家でも映像を見たり、まあ、鶴谷代表の話聞いたりっていうんで、なんとなく、まあ、MMA っていうものが素直に入っているんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じがしましたね。まあ、例えば他の格闘技でボクシング出身の選手、まあ、柔術出身の選手、まあ、レスリング出身の選手って、まあ、いろいろいると思うんですけど、そういう人が MMA に、始めた時にですね、まずなんていうか、その自分のアマチュア格闘技でやってきた技術と MMA にどうつなげるかっていうんで多分苦労すると思うんですよね。当然レスリングとか柔術の選手は打撃を覚えなきゃいけないし、打撃の選手はレスリングを覚えて、寝技を覚えてて、いろいろやんなきゃいけないんで、なんていうか MMA の一つの絵を描くのにちょっと時間かかると思うんですよね。で自分がどういうスタイルがいいのかっていうのも、まあ、試行錯誤しながらやっていくんですけど、鶴谷選手に関してはなんていうかもう先に MMA っていうものが全部見えてるイメージできてる感じがしましたね。なんていうか、頭がいいというんですかね、なんか、技術一個一個に関しては何ですかね、今回の試合も鶴谷選手膝十字みたいに決めたんですけど、決めたというか体勢に入ったんですけど、まあ、決めるところまでにはいかなかったんですけど、なんですかね、決めとかもじゃあ本当に柔術強い人
ぐらいの精度かっていうと、まあそこまでじゃないし、まあレスリングでも、まあ いくらでもそれを釣り屋選手より強い人いると思うし、まあ、打撃はあまりやんないですよね。もちろん打撃も、うん、これからいろいろ覚えていくこと多いと思うんですけど、だから一個一個の技術の精度に関してはそこまで高くないんですけど、なんていうか MMA 全体のイメージができてるっていう感じがしますね。もうちょっと例えて言うと、まあこの例え私の例えで合ってるか分かんないんですけど、なんかジグソーパズルみたいなもんだと思うんですよね。パズルってこういっぱいピースがあると思うんですけど、例えばさっき言ったアマチュアでなんか他のスポーツやってた選手はですね、そのどうパズルを組み立てるか、どのピースが合うかっていうのを一個ずつちょっと試してる感じだと思うんですよ。でそれぞれ少しずつつなげてって、でまあ例えば5年とか10年経った時に一つの自分の MMA のスタイルっていう絵が出来上がるんですけど、鶴谷選手はその絵がもうある程度見えてるっていう感じなんですよね。皆さんもジグゾーパズルやる時に下絵が何かによって難しさって全然違うと思うんですよね。下絵が結構分かりやすい絵だとどんどんパズルもできやすいと思うんですけど、なんていうか下パズルの絵が空の青一色とかだったら難しいですよね。もう本当に少しずつ合うかどうか試していかなきゃいけない、まあ、さっきのアマチュアスポーツ安田選手みたいなことなんですけど、やっぱり全体の絵が見えてるかどうかっていうのは何ですか、上達するかどうかに大きな影響があると思うんですよね。鶴谷選手はその絵が結構まあお父さんの影響だと思うんですけど、かなり見えてんじゃないかなと、まあ、私はそんな感じがしましたね。本当ジグソーパズル、真っ白のジグソーパズルだったら何ですかね、本当一個ずつ合うかどうか試すしかないですよね。で絵が分かってるとどんどんパズル組み立てられると、まあそんな例えですね。でまあ他の試合もですね、今回のパンクラス330330、まあいい試合多くて、いい試合プラスなんていう緊張感が高い試合が多かったですね。まあお互いなんていう勝ちたいっていうか勝負論がある、うん、試合が多かったですね。っていうのもやっぱり最近パンクラスでチャンピオンになると海外行けるっていうなんか流れがなんとなく、暗黙の了解っていうか行けそうだぞっていうのはなんかみんな分かってるんで、だからこそ鶴谷選手もチャンピオンになりたかったわけですよね。だから他の選手もやっぱりそういうパンクラスのチャンピオンになれば海外行けると、キクイ選手なんかベラトール行ってるし、まあ、木下選手は UFC 行ったりとか、まあ、結構そのルートができてるんで、まあ、みんなやっぱりその必死度が結構、うん、パンクラスの緊張感が上がってるんじゃないかなと、まあ、そういう海外につながってるというところですね。そんな感じがしましたね。でヤンボー選手なんかも海外行きたいっていうことをマイクアピールで言ってましたね。でまあそういろいろ話すと、最下位ヤンボー達也選手、修二山内選手に、まあ、1ラウンドまた KO しましてですね、まあ見事でしたね。まあ寝技がちょっと穴かなっていう感じも今までしてたんですけど、まあテイクダウンされずに、まあよく立ち上がってですね、で自分の得意の打撃をやったと。まあ寝技も成長してるとか少し見えた感じがしましたね。であとですね、まあ、一番試合として良かったのは時高選手対パン・ジェヒョク選手、韓国の選手ですね。これですね、パン選手が非常にやっぱ強かったですね。時高選手組が強いんですけど、なかなかテイクダウンできなくて、パン選手フィジカルも強いし、まあ、打撃もいいパンチ打ってるし、これもしかしたら負けるかなっていうところで、で3ラウンドちょっと時高選手が蹴りがパン選手の金的に入っちゃって、これパン選手がちょっと文句言いたいような感じがありましたね。でこれでね、別に時高選手がイエローカードとかそういうのはなかったんで、で結
果として時高選手判定で勝ちっていう感じだったんで、この試合はもう一回ちょっと見たいですね。で、あとはですね、常選手と田島選手の、これもバンタム級の、暫定王者決定戦だったんですけど、5分5ラウンドですね。これもですね、まあ、4ラウンドで田島選手勝つんですけど、もし3ラウンド戦だったら常選手勝ってたって感じしましたね。3ラウンド途中まではもう常選手優勢っていう感じで、ただ3ラウンドの終わりぐらいに田島選手の打撃が入ってちょっと効かせられちゃったって感じですね。まあ、常選手も鼻ちょっと気にしてたんで、もしくは鼻の骨とかちょっと折れてるのかなって感じもしないでもないですね。まあ、これもいい試合でしたね。やっぱり5ラウンドっていうのはちょっとまた3ラウンド戦と違った面白さがありますね。あとそうですね、伊藤誠一郎選手なんかも上がって、伊藤選手チョークで決めて上田選手に勝ちましたね。これも良かったですね。で、あとはそうですね、女子選手、パンクラスの女子選手がちょっと、もう一つっていう感じで、さやこ選手って真っ黒な選手なんですけど、私もこの選手好きなんですけど、やっぱりワンとかで戦ってた、世界で戦ってたジェニー・ファン選手の方が、まあ、打撃も寝技も一枚上手だなっていう感じで、まあ、さやこ選手負けちゃいましたね。で、あとはチャンピオンの、カレン選手ですね。カレン選手、まあ、シュートから来た、ソルト選手に負けちゃって、まあ、そうですね、インドの武術のああいう打撃ですよね、蹴り中心の、まあ、あれを続けるかどうか、今後ですよね。まあ、寝技ももうちょっともう一つだったんで、まあ、まだまだやんなきゃいけないこと多いなっていう感じでしたね。まあ、どちらもちょっと女子選手残念だったんですけど、まあ、全試合通して、まあ、非常に、緊張感のある試合で見応えがありましたね。もう一回ちょっと私見返したいなっていうぐらいの大会でした。ということで、パンクラス330の感想をお話ししました。今日は以上になります。ありがとうございました。